はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。今回もドラゴンボールヒーローズのオリパを買っちゃいました。今回ご紹介させていただくのはこちらです。はい、これを見ていただければ何を買ったかわかるかと思うんですけれども、みんな大好きスカウターオリパになりますね。早速ですが開封していきます。はい、こんな感じで、多分5パックずつ放送されてまして、計10パック購入させていただきました。1パック500円かな。まあ演出は皆さんご存知かと思うんですけれども、めくってスカウターのパーセンテージによって期待値が変わるという内容になっております。いや、これ初めて購入させていただいたんですけれども、本当にね、皆さんの動画とか見てて楽しそうだなっていうのがあったんで、いやー、ワクワクしますね。この1枚目をめくるんだよね。いきます。1パック目。おい、パイクハン UR 以上 20%、 ちょっといい感じのパーセンテージが出てきたら後に回そうと思います。いきますよ。はい、孫悟飯 GT、 おりゃパンちゃん、おりゃターブル青年期、あ、ターブルじゃない、ウーブ青年期、あ、こちらが当たりました。はい、2パック目です。いきます。あー、エラーダメだったんだよね、確か。はい、フュージョン失敗です。いきまーす。孫悟飯、クリリン、孫悟飯。はい、2パック目です。3パック目。あ、もうバージョン 5.1 っていうのかな、そんなに、あ、見えちゃった。お、 UR 以上 50%、 いいですね、セールさんありがとうございます。これじゃあちょっとこう、はい、4パック目。ピー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 。おー、UR 以上 30%。カリフラさんですね。なんかカリフラがスカウターしてるとなんか新鮮だな。いきまーす。よいしょ。クリリン、ネイル、あー、クリリン、残念。さあ、5パック目いきますよ。いくぞ、コリア、あー、合体失敗じゃ。ささっといきますかね。はい、孫悟天、ボタンも孫悟天。はい、残り5パックです。で、今更なんですけど、一応ここに演出が書いてあるんですね。はい、皆さんご存知かと思いますが、こんな感じですね。仮面が入ってるって500円ですごいよね。まあ、いきますか。はい、6パック目です。さあ、なんか熱いの。おー、パイクハン。パイクハン。開けますか。ペロンチョ。まあ 20% でも確率はあるってことはワンチャンあるで、おお、本当にあった、イワン。やったー、初ゲット。状態は綺麗ですね、備品です。やりました、 20% で引き当てました、イワンです。さあ、7パック目いきますよ。うえい、お、ケール、女ブロリー、30%。いや、20% で来たから 30% でもね、全然ドキドキできるね。いくぞ、ピッコロ、曲げた、さえ、お、ブロリーのこれは SR かな？ああ、びっくりした。あ、でもこれ昔のカード。着流ミッション、お、綺麗ですね。
初めて見ました。はい、女ブロリーから男ブロリー、それ普通のブロリーやろ。はい、いただきました、ありがとうございます。さあ8パック目です。いやー、なんか胃がキリキリしてきたな。すごい、おー、カカオ 10% なんでサクッといきますよ。ミスターサタン、孫悟飯、うい、バーダック、はい、こちらです。さあ9パック目です。残りわずかとなってきましたね。この辺でもういっちゃ熱いの来い。あー 20% いきますか。はい、孫悟飯、孫悟飯、邪念馬、孫悟飯ではありません。はい、こちらです。さあラスト10パック目ですね。いくぞ、おい、お、またカリフラ 30% です。いやー、なんか来てほしいな。いきます。お、第6中、あ、第7中か。孫悟飯、あ、孫悟空、おい、トランクスゼノ、スーパーレアですね。これも初めて見たな。結構昔のカードで状態は綺麗です。これは地味に嬉しい。さあ問題の 50% 取っといたやついきますか。さあここで、おーってびっくりした。ここで外したらすげえな。ゴテンクス、天津飯、うい、おー、孫悟空 GT、 状態は綺麗ですね。赤白の方だけど、これも嬉しいな。これかっこいいよね。10倍カメハメハやりました。はい、というわけで今回は、10パック購入させていただいて、UR が2枚と、あと、まあ、9段の綺麗なSR が2枚ゲットすることができました。まあちょっと金額的には負けちゃってるけど、やっぱスカウターオリパって面白いね。皆さんが購入されてる意味が分かりました。また次回、今度は勝てるように購入していきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。